皆さんこんにちは。先日 JGC の修行が終わりまして、その目標だった JAL グローバルクラブへの入会手続きをですね、本日したいと思います。修行完了から2日後に FOP とマイルが反映されて、その翌日にステータスがクリスタルからサファイアに変わり、その翌日にオンラインでのですね、 JGC への入会ができるようになりました。オンラインで入会手続きができるまでには修行完了から4日ぐらいはかかると思います。私もですね、よくわからなかったので、結構いつできんだいつできんだということでですね、やきもきして待っておりました。で、本日ですね、ようやくオンラインで入会手続きができるようになりましたので、早速入会手続きをしたいなというふうに思っております。で、またですね、オンライン以外だとステータス変更からですね、だいたい2週間ぐらいすると入会のご案内がですね、紙の書面で来るそうなので、オンライン手続きしたくない、もしくはですね、オンライン手続きをしない方に関しましてはですね、書面を2週間程度お待ちいただくことになるのかなと思います。はい、そしてですね、まずはですね、マイジャルカードの方にですね、ログインをいたします。で、このですね、 JGC の入会手続きってある意味ですね、カードの切り替え作業になりますので、 JAL カードの画面から手続きを実施いたします。それではですね、早速実施したいと思います。はい、まずですね、ログイン後にですね、カードの切り替え追加ボタンを押します。そうするとですね、こう今まで出てこなかった JAL グローバルクラブへの入会という画面が出てきます。いやー、これね、いや本当にね、この画面めちゃくちゃこれ感動しますね。これ多分修行された方だったら多分わかると思うんですけども、もうこの画面見た瞬間本当に多分感動すると思います。まあ修行やってよかったなと思う瞬間の一つじゃないかなと思いますね。それではですね、この変更手続きで質問をしまして、早速変更手続きの方をしたいと思います。はい、そうするとですね、切り替えの受付画面が出てきました。で、一応申し込みからカード発送まで約2週間かかるそうなので、まあ来月の月末ぐらいには来るんですかね。楽しみに待ってみたいと思います。はい、入会申請してからですね、約2週間経ちました。そしてですね、本日 JGC のカードがですね、ようやく到着いたしました。券面はですね、こちらですね、ちょっと見えてるかな、普通のですね、クラブ A カードのですね、ゴールドカードを私持ってたんですけども、真ん中にですね、 JAL グローバルクラブと書いてある券面に変わりました。割とですね、高級感があるね、券面なんじゃないかなと思いますね。いや、これはね、非常にですね、嬉しいですね。正直言うと嬉しい限りでございます。でですね、まあ、ついでにですね、まあ、これ記念っていうわけじゃないんですけども、あのサファイアのですね、 JMB サファイアのステータスカードもですね、まあ、ついでに発行依頼かけてたので、こちらの方もですね、 JGC のカードよりもですね、実は先についておりまして、大体1週間ぐらい早くついておりました。で、券面はですね、まあ皆さんもご存知かもしれないんですけど、まあ、こういった形のですね、ステータスカードとなっております。まあ、今はね、あのアプリで代用できるということなんですけども、まあ、やっぱりね、あの修行をしたということもあってですね、こういうあのプラスチックの券面いただきたいなと思ったので、まあ、私はですね、発行依頼の方をかけさせていただきました。で、昔はですね、あのステータスカードは全員に発行したらしいんですけども、まあ、今はですね、こうエコの都合でですね、希望者のみに発行しているようなので、まあ、欲しい方はですね、あの発行依頼をしないとですね、まあ、いただけないというような件名となっております。ついでになんですけども、このクリスタルのカードもですね、実は発行しておりまして、まあ、サファイアとですね、このクリスタルは比較してみるとですね、私どっちかっていうとですね、あのこのクリスタルの方がですね、実はかっこいいんじゃないかなと思ってまして、実はこっちの方が好きなデザインではございますね。デザインというか、この色を見てるんですかね、こっちの方が私はどっちかというと好きです。これでですね、3ヶ月にわたる修行が終わりました。で、世間ではですね、あのダイヤモンドの人とかも多い中、私はもうサファイアで修行終わるんですけども、それでも私にはですね、本当に十分すぎるものなんじゃないかなと思っております。で、まあ、当初、まあ、最初はですね、30回も乗れるかなと思ったんですけども、まあ、今振り返ってみると、まあ、たったね、30回しか乗れなかったなと思うところがありますね。で、あのいろんなね、人のあのブログとか見てもですね、まあ、30回もしくはですね、50回とかね、国際線乗らないとね、現実的ではないですよというね、ご意見も多い中ですね、まあ、意外とまあやってみるとですね、そんなこともなくですね、まあ、私個人としてはですね、結構楽しく修行をね、終えることができたんじゃないのかなと思っております。そして最後にですね、今回の修行の結果ですが、まずフライト総数は30フライトで、総取得フライオンポイントはですね、5472フライオンポイントを、取得いたしました。ここまでかかったですね、金額の総額ですね、371,500円になります。 FOP の、単価平均としてはですね、 8.21 円となりました。で、10円以下だったらコスパがいい方と言われているので、まあそんなに悪くはなかったんじゃないのかなというふうには思っております。まあ極端に安かったと
思ってないんですけども、まあ極端に高かったわけじゃないんじゃないかなというふうには思っております。これで JGC の修行は終わりになります。まあ終わって寂しいなと思うところはあるんですけども、また新しいことをねやってみたいなというふうに思っております。ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。さようなら。